えー、皆さんこんにちはこんばんはおはようございますというところで、えー、今回はですねマニアックスさんの福袋の開封動画やっていきたいと思います、まあ、こちらになるんですけど今回は3種類購入しました、えー、マニアックスさんのバルケインであったりティモンさんの、あのー、スプーンであったり、まあ、そういうのもあるんですけど 自分的にはこの冬なのでやはりボトムであと縦釣りもなんかこれからやってみたいなと思ったので、えー、縦釣り系まあバベル系ですね。あとあのー、名前が出てこなくなっちゃったけど、あのー、あ同じく縦釣り系の,あのルアーですね。 購入しましまた3種類購入しましたので皆さんちょっとこちらの方開封動画付き合っていただければなと思いますイエーイでは、えー、1つずつ開けていきたいと思いますひょんという感じで分かれて入っておりますですのでまあ一つ一つ見ていきましょうかということでちょっとボトムのルアー、まあ、ボトムについては5200円ということで、まあ、こんな感じの値段になっております ではまずボトムから見ていきましょう。ということでボトムといえばなんだこれでねこれはハープビブもう僕知りませんけどはいボトムって感じのルアーですね。玉がついてるあ玉がついてるんですね。はい良さそうですこの ボールがついてるのは結構ニジマスが追ってくるのでいいのかなと思いますはい次ダダンデイスプラウト自分あんまり知らないんだけどあ DS のベビーベビーワイドあ聞いたことあるなイケオジっていうカラーみたいです聞きますかね 良さそうです。ダダンベルオーガ。これはやっぱよく聞いたことありますよね。ベルオーガはよく聞くので、バヤ太郎だそうです。良さそう。ちょっと映ってない、ね、もうちょいこっちの方がいい。でつづん。文具。文具はね。 ままあよく知ってます 0.4g ということで非常に軽いティモンさんの文具ですデカ文具持ってるんですけどあんまり使ったことないので使ってみたいなと思いますダダンバベコンジャイエントいいですねバベコン欲しかったので使ったことないんですよてかバベコン持ってないんですよバベルは持ってますけどなのでバベコンを使ったことなかったのでカラーもすごい色ですねなんかこういう色って 結構使いづらいんですよあのこんな派手なルアって釣れるのかなって思うんですけど、まあ、釣れるんですよねそれが面白いところですねバベコン,ドゥドゥンなんだこれ向井さんのポゴだポゴポゴなら聞いたことあるな赤金だそうです結構色がね派手系ですね派手系が割と多いかあでもそうでもないか ピンクの印象が強すぎる。あポゴ。ででん。あれポゴポゴ君もポゴかんー、ポゴだ。<laughs> ポゴです。頂点カラーですね。カラーもいいんですよね。良 <laughs> さそうです。そしてででん。 これはオールグラッド皆さん知ってますか自分結構ボトム系のルアーは知ってるかなと思ったんですけど全然知らないですね知らないルアーが多いな皆さんなんかこういう使い方したらいいよってありましたら教えてくださいお願いします蓄光だそうですねグロー系は割といい気がしますということで、えー、ボトムルアーがね 8個入っている,いるのがボトムルアースターターでした良さそうですねでは次こちら見ていきますそう名前が出てこなかったんですけどこれはネオスタイルさんの,あの福袋になってますネオスタイルさんの福袋も買ってみましたやっぱり縦系 というかまあそういう釣りもしたかったので今回はね、まあ、買ってみることにしたのですが今まで1個もなかったので缶釣り新時代ということで 2g のストーリングステールなまめかしく誘うだそうです、まあ、こういう何て言うんでしょうなんだケバケバしたやつ <laughs> フライみたいなやつ 全然使ったことないんで使い方もわからないんですけどちょっとこれから使っていきたいなと思いますネオスタイルさんの福袋でこれも同じくクレイジーボムなクレイジーボムがっていう話だったのでなんかこういうのどう使うんだろうっていうのが、えー、結構楽しみですよねでこれまたクレイジーボムですねクレイジーボムって結構人気な 話を聞きましたが、まあどうやっちかっていうとスローストリーブでっていう感じなのかなと個人的には思ってるんですけど、まあ、ちょっとネオスタイルさんのはすご非常に釣れるらしいので使ってみたいなと思います。えー、今度ですね「えー、プレミアム X で」でこれなんか友達がよく使ってるんですよなんかネオスタイルさんの。 うちもほんと使ったことなかったから、こういうのを。まあ、バベルに似てるのかなどっちかっていうと。使い方は一緒かはわからないですけど。う頂点からですね。で、同じくプレミアム。これなんかいい色ですね。なんか。これ釣れそうな色ですよ。緑茶ジェリー。あ、こういう色はね、やっぱりペレットみたいな感じだから釣れますよね。そりゃもちろん。 <laughs> これもペレットみたいな、宇宙天カラーですね。名前としては、ウーロンジェリー。名前がね、釣りのルアーのね、カラーメ面白いですね。で、今度も、あ、本物、超リアルペレットカラーだそうです。まあ、確かに本物っぽい。色的に。ペレットブラウン <laughs>。本当に、ペレットカラーですね。 良きかな今度は NST マットネオブラックうーん本当にこういうルアーなんですねみんなやっぱ釣れそうだなっぱペレットみたいなもんですからね色的にこれも有頂天カラーですけどペレットみたいな色ですねいやこれはさすがにあウーロンジェリーだ さすがに釣れるやろっていう感じがしますが映ってないね。<laughs> よいしょよいしょ。で続いて0 4ムこれもなんか見たなブラック。ブラックかけるチクコ×竹工イエローなんですね後ろ。へえ、派手系が入ってるんだ。いいな。そして <laughs> 名前。 ホワイトグリーングロードットシルバーラメ。メダカみたいな名前ですね。メダカはなんか名前がすごい長いものが多いですけど、シルバーラメってね、ラメっていうところもメダカみたいなルアーですね。なんか白って聞かないのかなと思うんですけど、意外に聞く場面があって、この前びっくりしたんですけど、白も効きますしね。爆鳥ピンク、超蛍光。 表裏別色…あ、ホワイトピンクなんですよなんか爆釣って書いてあるからさぞ釣れるんだと思いますねこれへえいいですねなんかバベルはさあのスペートリング外しちゃうんですけどこれも同じ使い方でいいんですかねはいえー、またメダカみたいな名前マットブラック超蛍光ホワイトゴールドラメあ、メダカ知ってる方はねあの よくわかるかなと思うんですけどメダカみたいな名前ですね。ということでさらにもう一つ。マットオリーブ超蛍光ホワイトゴールドラメホワイトやっぱ効くからな。いいですよね。なんかめちゃくちゃめちゃくちゃ入ってたぞこれ。<laughs> めちゃくちゃ入ってたな。なんだ <laughs> ?1234567891011121314 ぐらい入ってましたね。 15ぐらいか <laughs> はいということで次最後ですねバベルですねバベル縦釣り最強バベルって書いてあるということでバベル見ていきましょうバベルはねほんと釣れますからねじゃじゃんバベルエース 巻系ですね。漂わせる系のルアーになります。プニプニ豚骨だそうですね。やっぱ名前が面白い。バベルエース。何グラムだ ?1 ぐらいあ、0.7?0.7 だ。ただん。あ、ペレットっぽい。カラーはプニプニ G5。あ、G5 って僕使ってますけど。良きですね。0.7グラム。 じゃじゃんなんとこれツートーン見たいな。0.7g の団長。裏はピンクですね。団長。団長。はい。じゃじゃん紫。紫ピンク。グジラ。クジラじゃないんだね。バベルエース 0.7g でした。よいしょ。 今度はバベルゼロですね。これも同じかな団長団長カラーです。やばい、全然知らない世界なんだけど <laughs>。はい、0.4g のバベルゼロ。グジラ。なんだ、これ、グジラ推しなのかなグジラと団長推し来ました、バベル <laughs>。あ、バベコン。バベコンが欲しかったんですよね。 団長 <laughs> 団長が多いんだけど。全部入ってたぞ、団長。あ、これは、これは、グジラです <laughs>。グジラが入ってました。これな、な、なんか多いな、グジラと団長。また来た <laughs> また来たぞ、団長。団長。バベコンの 1.1g。そして、グジラ <laughs>。グジラ来たよ。バベコン <laughs>、<い>って <laughs> あ、グジラと、 <laughs> 団長しかいないな <laughs> これ、さぞ釣れるんですよね <laughs>。ということで、今回は、バベルとネオスタイルと、えー、ボトムルアースターターのマニアックスさんの福袋を購入していきました。まあ、3種類買って、うんとボトムが5000ちょいで、ネオスタイルさんも5000ちょい、で、バベルが3000円かな ?3500 円から3000円くらいだったと思うんで、 300円かな <laughs> まあトータルまあ1あ5,000いかないぐらいですね。まあ、1万5,000いかないぐらいでこんなにねあのーまあ、やっぱ冬って言ったらまあボトムなんですけどでまあ縦釣りはやっぱペレット巻いてるところが、あのーまあ、基本的にカン釣り多いかと思いますのであとペレット巻きがあるところとかありますので例えばサビ川さんとかそういう時にペレットから一緒に投げちゃえば、うん、釣れるのかなと思いますので、えー、非常に えー、楽しみな、えー、ルアーが購入できたのかなと思いますまあ去年もマニアックスさんの福袋を購入しまして去年はミノー系身のやりたかったんでミノー系買ったんですけど今回はボトムと縦吊り系のルアーを購入してみました、えー、皆さんも、えー、もしよかったらって、まあ、あれですけどまあどういう感じなのかなって見てみるのもいいのかなと思いました他にもね、えー、たくさん福袋 今年は購入しましたのでまあ、そちらの方の動画もね、えー、一緒に見ていただいてあの福袋開封動画って見てるだけでも面白いかと思いますので自分は好きなのでまあ、少しでも皆さんのね、えー、あこういうルア入ってたんだっていうところに、えー、繋がっていければ、えー、動画作った甲斐あったかなと思いますということで、えー、皆さんここら辺で終わりにしたいと思いますバガバガバガということで、えー、皆さんバイバイ